最後までご視聴いただきありがとうございます。今回は、鷲田ダムを取り上げてみました。ダム巡りというと、車かバイクが主流だと思いますが、電車で行くという道もありだと思っています。片道30分から1時間と、徒歩圏内でのダム見学を取り上げていきたいと思いますので、よろしければ、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でまた。